大多数。ああ、こういう時は悪党らしいセリフを言った方がいいだろうか。君たちは天井の人に勝てない。ここで倒れるがいい。さて、勇んで魔女にやってきた英雄たち、悪党に勝てない。頑張れ。体に与えた魔紋は予想よりもずっと多いようだね。皮肉だが、より多くの崩壊エネルギーが必要だ。ライデン・メイ、君にそれほどの力が残っていた。まさか同じ技で私と戦おうとするなんて。この一撃は隊長、その姿も彼が用意した。あなたは、あなたの正体が分かった気が。あなたは悟空番長。どうやら一つ目の答えを。本当にあなたなのね。ではついでに他。いいだろう。言ったように、それは僕の計画に何の影響も。天井の人は一体何者なの？もしくは何の組織？君たちもなんとなく分かっていただろう。この時代に天命ですら把握。少なくともこの星に。え？本当かよ。天井の人は正解から来た狩人、略奪者、星食い。彼らは一つの銀河から別の銀河に移動し、その銀河を食い尽くすまで。彼らをここにおびき寄せることがいいアイデア。どうしてそんなことを。あなたに人類を。その通り。僕は崩壊を地球から遠ざけるために行動したんだ。僕が言ったように、天井の人はエネルギーを。まさか見た目と口調だけじゃなくて、周りを顧みない狂気する僕もオットーのように自分の欲望に正直になりたいよ。だが、何の。これは僕の死を予告する。ルッケに天井の人口数が多すぎる僕が嫌になったのかい？それとも君にいろいろ教えた結果、猜疑心を覚えさせてしまったのだろうか。はたまた
僕の中にあるわずかな崩壊の力を見逃したくないのかい？いやそれはないな。何しろ露のような僕と比べて君の存在は底が見えない深淵そのものだ。はあ、かつての律者、それに若い生徒たち、忠告しよう。ここから離れるんだ。ルケには君たちが理解し挑戦できるような相手じゃない。深淵を覗こうとするな。僕のようになるぞ。僕の使命と呪いはここで終わる。彼、正門に消えてしまいました。奴の仲間、あのルケニとやらに助けられた？助けられた？むしろ正門に粉々にされたんじゃ。おい、崩れるとか言わないでくれよ。まずはここを出るわよ。ですが、出口がありません。嘘だろ。じゃあ入り口を、違う、正門に送られてきたんだから入り口なんてないよ。うちら、ここに閉じ込められた？そうでもありません。わかった。親友？冗談だよな。な？了解。それはいくらなんでも。時間がない。他に選択肢はないわ。私とメイ隊長が先陣を切ります。隊員、しんがりをお願いします。